ょっと秋めいてきたからさ、本当にあった怖い話しようよ夏にしろってね。いや夏嫌いだからさ。はって言われたんだけどなかなか自分のファンにファって言われることないですけどね。はと言われようとも本当にあった怖い話をしたいと思う。本当にあった怖い話と本当にあったいい話するね。じゃあ今朝まですごくこの騒いでたじゃない、昨日の夜とか。痛いなって、お尻のところが痛いなって。なんなら今日の朝もね、ああまだ全然、もう先生のところまで行って相談していろいろやってもらったのに全然だなって言ったじゃん。帰ってきたら治ってたの。怖くない怖くないびっくりしちゃった。治ってたの、帰ってたら治ってたの。また歯って言われた。二度目の歯をいただきました。そう、びっくりした。わかんないわかんない、なんでだかわかんないんだけど、急にキャーいただきました。ありがとうございます。ですごく悩んでたの朝まで。やっぱり寝たからってな、治るものじゃないもんなと思って。うん、なんだろうね、何が良かったんだろう、全く分からん。怖いなって。良かった話、良かった話は本当にあったんだよ。本当にあって、すごく今日行った文化祭で、東海高校行ったじゃないの、生徒の皆様がめっちゃいいメッセージを送ってくれる。信じられないかもしれないけど、信じられないかも、信じられないかもしれないけど信じられない数のありがとうございましたとか、いい思い出になりましたとか、凛ちゃん推しになりますとかっていうメッセージがたくさん、もうこんなスクロールするぐらい、そう、なんか可愛いと思ってとっても嬉しかった。本当になんかもう文章がとっても素直っていうか、とても可愛いの、そういうそんなメッセージがねたくさんで、とね、高校とか中学校の時ってやっぱりさ、擦れるじゃない、ないのそういうのが一切全く。そう、なんかそういうなんかそのままの言葉をそのままシンプルに伝えてくれたっていうのが、でも私カズもそうだったんでとっても嬉しい。また更新してみる。うん、また来た、今日はありがとうございましただって、最高の思い出になりましたとか、とっても嬉しいです。ちょっと今見てるメッセージ、あ、今日はありがとうございました、うれしい。今日終わってからお友達とカラオケに行ったんだって。そこで365日の紙飛行機歌っただって。ねえ、嬉しい。今日久しぶりに歌った曲で、今日初生で聴いた曲で95点取れたって。素敵みたいなね、メッセージをねみんなくれるの、とってとても嬉しいね。いや、どうだろう、配信見てる、いや、いないんじゃないか、わかんないんじゃないかな。あ、このメッセージくれたのはね女の子だったよね。あったけけ世界だあったけけあったけ世界だって言いたかったのかな、あったけけ世界で
自慢された、ごめんね自慢して。あと、あ、男の子も来たよ。あのね、なんて覚えてるのが、リンリンって言ったらはーいって答えてくれたのが嬉しかったーって私がもう冒頭でもうリンリンって呼んでくださいって言ったので、写真撮るときとかみんなね集まってくれたときにリンリンって後ろから遠くから呼んでくれて、はーいってね、優しい世界。茨城だからじゃないとか言って私の今の言い方で台無しにしちゃう。私は明日はお話し会がありますですよね。お話し会があるよ。11月は私は、あ、でもみんなそうか、11月はこのあれで終わりで、結構私年内は次は12月の本当に年末の方、クリスマスのところのやつなので、それまでは10日11とかはね、あの舞台の方の本番に出ちゃってるから、ちょっとそこはハットリポンとあのあやねと一緒にちょっとそこは欠席なんでございますが、なのでしばらくなくなっちゃうので、その前最後のあるかな、話し会になるのかな明日は。そう、あ、たくさんこんばんはってくる、今から来てくれたのかな、お疲れ一日。ハットリポン、あとあやね、あやね、そうね、鹿さんの舞台も始まらないけど、でもあと少ししたら始まります。ドキドキです。どんな台本が届くのか、どういうシナリオになっているのか。明日もあの11時15分から私はお話が始まるんだけど、まあ、その前にとか作ったよ、もう予定表を。うん、3部と1233部と5部の間も少しできたらなと思ってて、うん、いやーでもあれっすね、いや当たり前なんだけど、お風呂上がった後ってやっぱり地味顔地味っていう、ね、なんかねパワーなくなるよね。うん、すごく暑い。アップルパイ切ってない、さっきのやつそのままもうくるんで冷蔵庫に入れちゃった。言うてまだはっきりしてる方ちょっといろいろ大丈夫それはっきりしてる方してないパターンもあったのか、どこかで。
あ、そうそう、アップルパイ、そう、味見もしてないから。あ、でもね、リンゴだけちょっと食べた時はあ、いけると思ったんだけど、まあ、パイはね、もともとできてるものだから美味しくないはずもないと思うので、あの、大丈夫だと思う。明日初めて食べる。うん、パイ生地は私は作ってないから大丈夫だと思う。うん、ね、卵のかけ方がちょっとねあれだったけど、でもいい感じに焼き上がってたよ、色は。冷蔵庫の中で眠っております。どこで作り方覚えたの？でも私はもうネットで検索してそれをやっただけなので、全部もう答えがここにあるから。ちょっといろいろ言い過ぎだから、もう食べてみないと分かんないから、ちょっとダメ、それ言うの早いよ。まだ信じるんだパイの力とリンゴのポテンシャルと私の腕をちょっと信じて。まだちょっと まだその判断は早い。私が明日食べた時の反応を見てからちょっと言ってほしい。それは待て待て待て。そうそうそう、焦らない焦らない。あー、確かに、そうする、いいよ。え、じゃあそのあれね、あ、どっちにしよう、明日の朝食べるとき。でもやっぱさ、お話し会の合間じゃない？お話し会の合間で食べようよ、食べようよって誘ってるけど、食べるの私だけか何時にしたんだっけさっき。あのね、9時20分から50分朝やって、合間は15時半から16時っていう風に作った気がする。なんかそのお昼の休憩の時に食べようかな。じゃあ持ってこう。ねえ、大女優の実食は信用なら、ちょっといろいろツッコミどころ多いからね。それ、まずそういう呼び方するのもいじってるしいじってる、それいじってるし、本当に別に、本当信じて私の腕を、待ってくれ。明日は9時20朝の9時20分がいっちゃん最初にしたいなと思ってる。スピン、そう、テレテレしながらやってますよ。って言ってるけど、何の「だ、その「を解明したい。9時20分か、9時20分が「なのか、どれが「なんだ。見れないか。ああ、もう全部全然全然全然、もう本当に夜もやろうと思ってるので、本当にあの、だってみんなもきっとね朝からね、お話し会とか参加するでしょ。全然大丈夫、本当に大丈夫大丈夫大丈夫。寝てます、寝てます。起きててほしいなとも思ったけど、でもそんな起きろやとも言えないしね、疲れてるかもしれないから。じゃあ夜来て、じゃあ朝はいいから。その代わり夜来てにしようかヘア止めさす向き合ってますか？合ってる。だってカービィこっちだし。合ってる合ってる。9時ってそんなにお休みの日って寝てる時間だったっけ？寝てるのか。じゃあそんなみんな寝てるんだったら。
今あんなことやこんなこと朝からしちゃおっかなとかいう釣りいやごく普通の配信です。あの全然寝ててください。で寝ながら星投げてくれればいいのでじゃあ起きます。あんなことやこんなことがないと起きれないの。わ、虹だ。虹が飛んできた。え、もしやだけど、でもここに現れたってことはそういうやつなのか。そういうやつだ。しかもは地道な走り屋さんユリナーってアットの後ろがとても気になるところではありますが、地道な走り屋さんありがとうございます。ありがとうございます。そういうやつでした。ユリナーをちょっと追求すべきかとも思いましたが、ユリナのゆるゆる配信ユリナのリンちゃんぽくっていいねユリナのなやばい、なが難しいぞ。な夏が嫌いらしいけど夏が終わったからよかったね、りんちゃんの季節が来たねのな下手かいや、なは難しいよ。ちょっといや無理やり、きっと私に関するよりなかなと思ってね。えだってそんなね、このタワーねまとまってない。あ、そう、まとまってなかったつまんなすぎて酔ってるって言われた。酔ってないです。そうそうそう、絶好調ですねって言われちゃったもん。りんちゃんうまいね。うわーえぐられるうわークソつまんな女でごめんね兄ちゃん普段酔うことあるの？もう全然、もう最近は、最近って言っても全然そんな飲んだくれてるぜなんて時期はそんな私ないですよ。最近は本当に全然ですね。ずーっととても規則正しい生活をしてるので、そういうのってやっぱり何時間もさゆっくりこう楽しみたいものじゃない。でもそれをやっているとやっぱりお風呂がとかストレッチがとか部屋のがなんたら家事がとかもうねめちゃくちゃになってしまうので、そんなにあの飲まないとやってられないみたいな風になったことないから、もう少しね時間に余裕があったりとかしたらね、お家で自分で楽しんで飲んだりとかはあるかも。最近は全然あの、ね、それをやってる暇がないですね。やっぱ次の日に備えてがずっと続いてるので、もうね本当に一旦は今年の舞台が終わるまではもうねもうキリッとさせてないとやり遂げられないなって思ってて、だからもう一日お休みっていう日は本当に
欲しいです今は。年内休み取れるの？年内？どうだろう。12月の後半に期待してる。舞台終わってから。そうね。うん、そう、年末年始はほんね、ゆっくりしたいですね。年明けてお正月が終わったタイミングでもう次のやつのに向かわないといけないので、そこはせめてそこは少しちょっとゆとりがあったら嬉しいなって感じ。忙しかったり忙しかったりね、ありがたいんだけど。いやでもやっぱりね、18時くらいにご飯食べてしまうと、まあさすがにやっぱり普通にお腹すくよね。我慢我慢我慢。歯も磨いてしまったし。そうだよ、フーメタルアルケミストだよ。あったな、そんなネタ。ネタじゃないよこれ。ネタじゃない、ネタじゃない。ちゃんと公式がやってた。ネタじゃない。オイラの一番好きなも、ああそうなんだ。頑張るね。好きっていう原作ファンの人のたちが納得するような作品にもします。頑張ります。大きい栗食べた。まだね、栗食べてないの。あっちっちだね。うん、そちらの方もね、まだね、いろいろどういうストーリーになるかってところでしょう。それもまだね、わからないんですよ。まあでもね、原作も知ってるよって人はきっと出演者とか役名とか照らし合わせてみるとなんとなくね、この辺かなってところ予想つくのかな。暖房朝だけつけてるよ。ちょい早いかもだけど、ちょっとランキング読みますね。ほっぺた赤いそうなの。メイクしてないとこ赤いの私。いや見まーす。13位まいちゃん、12位キムテツさん、11位が岡崎さん、10位がこれなんて読むのが正解、107的な、誰どんなのがいいのかな。107さん。9位がナッキー。好きしか勝たん。嬉しいけど私のここにブルブルって、私がいる位置があれだったか。でナッキー。8位ジェリーちゃん、7位がサトト、6位が東京のスワンさん、5位がマリナ、4位が赤いゾウさん、3位が地道な走り屋さん、
位が47ロマンさん、そして1位がジージーアイさんです。お疲れ様だって。いいえいいえいいえ、全然こんな楽しかったよ。ウェイありがとう、こちらこそありがとう。いやーもう今日は本当にね、またなんか最近でも茨城に戻る機会多くて、うん、特急日立から見る地元の景色が好きです。千箱も見たけど鳥さんさすがに見えませんでした。でも噴水は上がってた。わーって、千箱今日は通過しただけなので電車で、実家にはちょっとまだ戻れるタイミングがないですね。今は撮りたいけどね。新幹線あるといいね。止まらないけど通ってます。場所だけ貸してるという感覚です。止まれやって通ってんだったら止まれやって感じしますけどね。県のここだけ通過って場所貸してる感覚通るけど乗せやしねえぞみたいな強気な態度を取られてます。休み時間かな。ではでは明日お話し会一日よろしくお願いします。その合間とか始まる前とか配信しますので、明日は一番最初は9時20分からです。起きるぞ、寝坊しないぞいやでもそこでメイク完了しないと普通に本ちゃんのお仕事のリモートお話が遅れてしまう。じゃあね、おやすみなさい。バイバイ。今日もありがとう。切ります。